はいどうもこんにちは、シカブです。ドラゴン最強図鑑バトルコロシアムやっていきたいと思います。今回はクエレブレでチャレンジしたいと思います。あのですね、攻撃がちょっとね上がりきれず、 S はねちょっと いけなかったっていうか A もいってないかで、命中が B なんで、ちょっと特にね心配なのが命中ですね。回避が高い相手だとちょっとやばいかもしれないんで、まあまずはねプラチナクラスね、もうすでにね優勝はしてるんですけど、まあ腕試しで行ってみたいと思います。あの回避が高い相手には命中のねサポートカードで、まあ回避がそこまで高くない相手にはねメガトンボディで行こうと思っております。まあ、回避高くないんで今回はメガトンボディで挑みます。まあメガトンボディがねあればちょっとマナ使うんで、上レベルはだから非常にね助かります。相手ゴールド出たな。で一応ねどうしようかな、鱗の守りで一応防御上げとこう。すでに高いんですけど、ああでも状態異常できたな。まあいいか。あでも結構食らうな。鱗の守りしててよかったの。かなり強いぞ。いや、めっちゃ強い。めっちゃ強いよ。急降下いっちゃおうかも。やばいよ。毒も食らってるのに。うわっと、一気に持っていかれる。スタンもした。動けん。やばい。病人やばい。これ、プラチナクラスだよね。プラチナクラスと思えないぐらいの強さ。やばい。何もできんでやられた。このステータスで、プラチナクラスで、ここまで、完膚なきまでに、やられたのは初めてやないかな。はい、というわけでね、最終行きたいと思いますけど、ドラゴン最強決定戦に行きます。プラチナクラスで、あんなに何もできずに、やられたのがね、ショックで、究極魔力大会はちょっと怖いなと、思いました。はい、ドラゴン最強決定戦。防御高い。回避もまあまああるな。どうしよっかな。あ、メガトンボディ、いいでしょ。ついにここ、対戦開始です。早送りできます。さあ。メガトンボディでよかった。もうね最初から飛ばします。さっきみたいなねやられ方したくないんで。相手はボールの工程で命中上げてた。攻撃アップいいね。当たれば勝てるぞ。いけ、よし、追加攻撃、いい展開、素晴らしい、素晴らしい。あとはね、体当たりが2でいいんで、で、命中もまあ、そこそこあるんで、これで大丈夫でしょ。しびれブレース。はい。わあ、麻痺。動けない。状態異常が厄介。厄介者だ。よし、体当たりで。とどめだ。よし、麻痺も治った。攻撃もアップした。タックル、ビクともしないけど、麻痺を食らったけど大丈夫だ。避けたか。肝心なところで避けなかったな。もう一度耐えたり。よし、気合の攻め、集う。当たったらもう勝ちだ。うわ、強麻痺。まあ、いいんですけど、こっちがもう圧倒的に有利なんで。またタックル嫌だな。麻痺するな。動けない。最初に攻撃しててよかったね。当たってなかったら動けないよ、きっと。次はフェルニゲシュ。ああ、またなんか状態異常の。
先手打ってくるんよね。どうしようかな。で回避も高いでしょ。これはちょっと命中大アプリいきましょう。ドラゴンたちのやる気が大切です。厄介な相手だった。一旦目判定負けしたくないからな。どうしようかな。サポートカードまだ使わない方がいいかな。うわ、防御と攻撃上げてきたな。暴発命中上げてきたな。よし、当たった。いいね、当たってくれたよ。ここでサポートカード使って体当たり。あ、落石来た。よし、ターン入る。動けない。サポートカードが無駄になった。酔っ払いで使った方が良かったな。こっちも急降下。あ、傷負った。くらえ。避けるよね、やっぱ命中がね、低いんで低いよね。また挑発で命中上げてきた。よし、当たった。よし、あと1試合。いいプレレブレ好きだな。ベルーダ防御高い、防御回避高い、攻撃は怖くない。一応命中上げにいった方がいいな。サポートカードはもう命中上げでいきます。さあ対戦が開始されました。亀のような甲羅をね持ってるんで防御はね高いし。弱点ウィーク。これも当たればいけるんじゃないかな。あ、でもさらに防御上げてきたな。よし、こっちもガンガンに上げてる。うわ、毒食らったんで当てたい。ハリト、よし、やった。でもやっぱ硬いね。ちょっとまだ分からんね。あの毒効かされてるんで、毒効かされてるんで怖いっしょ。だけどね、毒くらあ、毒治った。うわ、避けるな。まあね、状態以上食らってもいいようにね、気合の攻めはねアビリティ入れてるんですけどね。このブレス来た。やけど負ってしまった。よし、半分は減らした。どうにもこうにも硬い野郎だ。うわ、毒と、いやけど毒は大丈夫。ちょこっとずつですけど、よし、これで逃げ切れるか。逃げ切るぜ。よし、大丈夫。オッケー。おお、ちゃんと仕留めてくれました。やっぱさすがクエレブレ。しっかりとね、決めるところで決めるのがクエレブレですよ。変異種もね、さらに強いんですけどね、やっぱ通常のクエレブレもね、やっぱ強かった。究極魔力大会はちょっとまだね厳しいかもしれない。極限集中特訓がねかなり出てくれないと。いつ見てもいいトルフィだ。ナイスでした。ではね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。